ウクライナンのメディアや、アメリカのウォールストリートジャーナルやデイリーメールなどが、ウクライナ軍当局者が現在ロシア軍の占領下にある南部ヘルソン州のアゾフ海沿岸にある、港湾都市ヘニチェスク近郊の村にロシア軍が設けていた大規模な武器庫を破壊した発表したとして6月18日に報じたよ。ヘニチェスクはヘルソン州のアゾフ海と黒海間のヘニチェスク海峡に面する港湾都市で、ヘニチェスク地区の中心都市であり、昨年11月にロシア軍がそれまで占領していたヘルソン州の州都ヘルソン市を放棄してドニプロ川東岸に撤退した後、ロシアはこのヘニチェスク市を一方的に併合宣言したヘルソン州の臨時州都としているぜ。ただでさえ弾薬も不足している状況で、武器庫の破壊は停滞だろうね。まあウクライナ側もそれを分かってやっているんだろうけど。さて今回はそんなウクライナ軍がヘルソン州でロシア軍の武器庫を破壊した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、これらの報道によると、この大規模武器庫はヘニチェスクから20キロほど離れた村にあり、大規模とされている以外にどのような兵器や弾薬がどれほど格納されていたかの詳細は不明だけど、SNS などに掲載された爆破に関連した映像では、この日の早朝に村全体を揺るがすような爆発音とともに、巨大な閃光と煙が上がる様子が撮影されているほか、中には映像には火を吹きながらミサイルと思われるものが上空を飛来する様子も映し出されているものもあるというよ。ウクライナ空軍のミコラ・オレシチュク司令官は、クリミア半島の北側に隣接するヘニチェスク市近郊の村のロシア軍武器庫を空襲によって破壊したと明らかにしたほか、ウクライナ軍オデッサ行政区のセルヒー・ブラチク報道官もウクライナ空軍による航空機からの空中攻撃であることを認めたんだ。ウクライナ空軍では2023年5月にイギリスから空中発射型の長距離巡航ミサイルストームシャドウの提供を受けて以降、ロシア軍占領地域の奥深くにある武器庫など軍事施設への攻撃を強めているからな。このストームシャドウは空中発射型の巡航ミサイルで、爆撃機攻撃機戦闘機などに搭載されて発射され、その射程距離は 250km 以上とも言われているよ。フランスとイギリスによって共同開発され、1996年にフランスのマトラ・デファンスとイギリスの、ブリティッシュエアロスペース DI のミサイル関係部門が合併した新会社マトラ DI ダイナミクスが発足したことに端を発し、2001年にフランスの EADS 傘下であるアエロスパシアルミサイルと、アレニア・マルコーニシステムズのミサイル部門が合併して誕生した MBDA 社が製造を担当しているんだ。2000年以降フランス、イギリス、イタリアで導入されており、ストームシャドウという呼称はイギリスのもので、フランスでは SCALPEG との呼称で呼ばれているね。ちなみに、フランスの SCALPEG には独 N ミサイル D クロイズアイリネイバル海軍巡航ミサイルと呼ばれる、水上艦発射型と潜水艦発射型のものが開発されており、これらは丸い魚雷発射艦から発射できるように胴体の形状が四角形から円筒形に変更されている。他ロケットブースターが追加され、主翼の格納方式やエンジンなども変更されているぜ。ストームシャドウ本体は全長 5.1 メートル直径 0.48 メートル重量 1230kg の大きさで、胴体は四角形の断面となっており、航空機から発射された後に本体に収納されていた主翼を展開し、ターボジェットエンジンによって 1000km 毎時 M0.8 の最高速度を発揮して 250km 以上の距離を巡航するんだ。その誘導方式としては中間誘導に INS GPS TERPROM などを利用して地形に沿った飛行も可能とされ、終端誘導は赤外線画像シーカーによって行われるんだって。そして、弾頭には貫通力に優れているとされる二重弾頭のタンデムハート弾頭が搭載され、この弾頭は目標に命中した際、最初の爆発で穴を開けそこに2発目の弾頭がその中を貫き深部で爆発する仕組みになっているぜ。ウクライナ軍ではストームシャドウが供与されるまでは、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、M31 と呼ばれる射程 90km 先の GPS 誘導ロケット弾や、
同じくアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO各国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能で、射程 40kg とされる GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどによって、ロシア軍の後方にある弾薬庫や燃料庫などの兵站集積ポイントや司令部兵舎などの施設及び、供用などの補給路に対して精密攻撃を実施して、最前線のロシア軍部隊への補給を遮断することで弱体化させてきたよね。それら長射程 GPS 誘導弾による後方兵站施設などへの攻撃に悩まされたロシア軍では、これまで最前線近くに設置していた兵站集積ポイントを M31 の射程外となる 100km 以上後方に下げるようにしたため、ウクライナ軍では以前のように最前線のロシア軍部隊を弱体化させることが難しくなったとされていたんだ。そのためウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのバイデン大統領に対して、M31 と同様にハイマースや M270 から発射可能な最大射程 300km の巡航ミサイルである、MGM140A タクムスの供与を求めてきたんだけど、バイデン政権はこの A タクムスがロシア国内への攻撃に使われる可能性があることから、侵略戦争のエスカレーションとロシアによる報復としての核攻撃を懸念して、その提供を渋って応じようとしていなかったんだ。その後 M31 でロシア軍の後方の兵站や補給路を攻撃できなくなったことが原因となり、戦線が膠着状態となったと見られることを危惧したアメリカは、ウクライナ軍に対して M31 と同じく、ハイマースや M270 などマースから発射可能で射程 150km とされる GLSDB 地上発射型小直径爆弾を供与することを今年の2月3日に決定したってわけだな。この GLSDB はグラウンドローンチとスモールダイアメターボムの略で、日本語では地上発射型小直径爆弾となるんだけど、航空機から落下させる爆弾ではなく、ロケット推進によって飛翔するロケット弾なんだよね。それにもかかわらず爆弾と呼ばれているのは、弾頭に GBU-39SDB 小直径爆弾と呼ばれる航空機用の GPS 誘導滑空爆弾を使用しているためってわけ。GBU-39SDB は重量約 128kg、 全長 1.8m、 幅 190mm で、アメリカのボーイング社によって開発され、航空機から発射された後は本体に折りたたまれて収納されている翼を展開して滑空し、GPS を利用する管制航法システム INS によって精密誘導され、150km 先の目標に3メートル以内の精度で着弾するんだ。また、速度の遅い滑空弾ではあるものの、その弾頭は厚さ1の鉄筋コンクリートを貫通するほどの威力があるとされているため、M31 に代わって後方に下げられたロシア軍の兵站補給施設などの攻撃に有効であるとして期待されているな。しかしながら製造が開始されたばかりのためにアメリカ軍が保有する在庫が少なく、ウクライナへ提供されるのは2023年の秋以降とされ、さらに現在ウクライナが供与されているハイマースや M270 から発射するためには多少の改修が必要であるとも言われていることから、現在遂行されている反転攻勢作戦には間に合わず、イギリスがストームシャドウを急遽提供することになったのではないかと見られているぜ。このストームシャドウによると見られるロシア軍の軍関連施設への攻撃は、これまでウクライナ軍が M31 で攻撃できなかった、アゾフ海沿岸にあるマリウポリやペルジャンシクといった港湾都市周辺でも強化されていたんだけど、今回初めてヘルソン州の南端にあって、クリミア半島につながる幹線道路にあるヘニチェスクが攻撃されたことで、ウクライナ軍がヘルソン州のドニプロ川東岸への侵攻をほのめかしているとの見方が出ているよ。ドニプロ川渡河作戦については、ヘルソン市の上流にあるカホフカ水力発電所ダムが破壊されて下流域が大洪水となったことで実施不可能とされていたが、ヘルソン市近くに架けられていた浮き橋などが無事で、さらにここに来て水が引いたことで再び持ち上げられており、ウクライナ軍がノバカホフカでドニプロ川を溶かして東岸に橋頭保を築こうとしているとの情報もあり、西側メディアや軍事専門家などの注目を集めているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。